演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ダノンビオ加糖じゃなくてダノンビオプレーン無糖ヨーグルト食べたいと思います。ダノンビオって前に食べたことあったっけな。いや、初めて食べました。まあ、とにかく結構重量感ありますね。まあ、4つも持ってるからかもしれませんが、じゃあまずはこの中のこちらの方に代表して中を見せてもらいましょう。まあ変わらないと思いますよね。中はこんな感じですね。それでは早速、蓋取っちゃわないとダメですね。はい、ではいただきます。味の方の相性はちょっとんーな感じもしますね。まあ、無糖っていうからこんなものなのかもしれませんが、で、乳酸菌との相性は、口当たりはまろやかで、口の中に入れた瞬間にスーッと溶けていく。それともちょっと残っている感じもあって、ヨーグルトの味、食感を楽しむことができましたね。味は砂糖不使用と書いてあるので、本当に甘さ控えめで、なんか食後にザとして食べるよりも料理に合わせた方がいいような気もしましたね。まあ、このあたりは人それぞれお好みの部分もあると思います。本当料理にも使えそうなヨーグルトなので、ぜひ皆さんも食べてみてください。ただ食後に食べるものとしてを考えるとちょっと甘さが控えめすぎたかなという部分もありますので、まあ、体にはいいんでしょうけど、こちらのベースとさせていただきます。それで寒中水泳少女をするのや、この地獄、少女にやらせるのは地獄でしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。